はい、それでは今日の簡単セット釣りの場だけを紹介したいと思います。とまずはつぶせん、つぶせんを 100cc 入れます。で次につぶせん再流、つぶせん再流を 50cc 入れまして、でもうこの2品はもう説明不要だと思うんですけど、もうセット釣りのもう定番ですよね。僕は必ずこの2品を入れてます。で次にこのさなぎパワー、こちらを 100cc で、このさなぎパワーもですね、あのつぶせんとつぶせん再流と同じようにもう定番中の定番だと思います。はい、 100cc でこう軽くかき混ぜて、でお水を 200cc 入れます。で全体に水が行き渡るようにかき混ぜまして、これで冬場ね、やはりあの給水が水温低いんで給水悪いんで、まあ最低でも10分は放置してます。じゃあこのままちょっと10分置いておきます。はい、じゃあさて10分経ちました。でそしたらですね、次にセットアップ、セット専用場だけ BB フラッシュを入れていくんですけども、まあ、これは最後の一杯で締めなんですけども、この2品をどっちを先に入れるかなんですよね。でセット専用場だけを先にこの水分の多いところを入れてしまうと、こうすごいダマになりやすいんですよ。僕の場合ですと先にこのセットアップ、この粒子のこう粗い方ですよね、で粗い方をまず入れていきます。でセットアップを100で、その上から、今回の肝となりますセット専用場だけで、これなぜ入れるかと言いますと、このちょっとこう硬いながらも細かいオフなんですよね。でセットアップさなぎパワーは結構粗い粒なんですよね。やはりこのセット釣りの時にこう粗いオフだけだと、もう沈下速度が速すぎて当たらない。でその時にやっぱこのセット専用バラゲを一杯入れていただくと、こうまあイメージなんですけど水中でこう漂うと思うんですよ。でそのタイミングが食わせにヘラを押し向けて当たりを出させてると思いますんで、まずこれを一杯ですね。で今思い返すとセット釣りの時僕やっぱ必ず1杯入れてますよね。1杯か2杯、段差の底釣りでも入れてますし、やっぱこのねセット専用バラケはもうこの名前の通り絶対欠かせないと思います。はい、でこれで2品入れたら、ここでまず1回かき回していきます。でここはそんな神経質にならずに、このダマがこんな取れる状態でいいんで、この程度でいいです。でそしたら時間を置かずに最後に BB フラッシュ、これを 50cc です。でこれの量もいろいろ試したんですけど、 100cc だとちょっとセット釣りの時にはこう粘りが出すぎてしまうんで、僕の場合は BB フラッシュは 50cc です。はい、でここで最後は慎重にダマにならないようにかき回していきます。ね、まあ今までの通りこう熊手状にして練らないように、でこうやって見てもらって、この BB フラッシュの白い粉がなくなって均一な状態になりましたら、これで完成です。でこれで一度仕上がったんですけども、こう結構こうねボソが強くてまだオフが立っている状態なんですよ。でこのまま打ってしまうと水中でこう大きく拡散してしまって、食わしにヘラが行かなくなってしまうんですよ。で僕の場合はもうまずこの状態では絶対餌打ちはしません。で大体そうですね、この半分ぐらいに分けて、でこう結構手水で手
手をがっつり濡らして、ここで粘りを出すというよりはこの粉っぽいお麩に水分を行き渡せる感じですね。今2回目、これで3回目大体そうですね。まあ、釣りながら調節してもっとまた手水打つと思うんですけども、まず最初は手水3回ぐらいですかね。でこう触った感じがしっとりした感じですね。まずこんな感じで餌打ちを始めていきます。はい、そしてあと食わせ餌なんですけども、この簡単で簡単にですね、僕はさなぎ粉、あの茶袋の方ですね、そこにこう口開けて、今ちょっとないんですけど 30cc 入れます。でさらにそこに粘力をスプーンで2杯で入れたら、この袋で混ぜるんですけども、混ぜる時にこの中のこう空気をこうやって抜いてしまうと混ざりにくいんですよ。だからさなぎ粉と粘力を入れましたら、ちょっとこうなるべく空気が入る状態にして、これでこうやってもうね、よく振ってください。よーく振ってください。もうこの時に釣れますようにとおまじないをしながら、よーく振ってください。で振ったものがこちらですね。ちょっと映らないかもしれないです、こうちょっとね茶色くなったさなぎ入りの簡単です。で仕上がったものがこの粉を15cc でお水が17で、よくこう硬い簡単も使うと方もいらっしゃると思うんですけども、僕昔こうもう15年以上前ですかね、ちょっといろいろ食わせ餌の研究をしまして、硬いのと柔らかいのを作ってみたんですよ。簡単で、うどんもやったんですけど、でこう実際釣れる状況にしといて、地合いを作っといて、硬いの柔らかいの打ち分けたんですよ。でその時に微妙に柔らかい方がヒット率が良かった気がして、逆に硬い方は体つんが増えた気がするんですよ。でそれを未だに信じてますんで、ちょっと皆さんより柔らかいかなってぐらいですかね。こうしてすぐ出るぐらい、こんな感じの食わせでやってます。